の魔だ。覚醒オーラお前。魔王の魔だよ。悪魔の魔だよ。だからうんちく魔が怪しい魔だ。魔って。呪文も強くなったな。逃がれられるか。守りと妖力強いね。不気味だもん。不気味って守り強いんだよ。でもさ、前みたいにさ、ダメージカットで1ダメージとかならないね。前だってダークにあの1ダメージとか鬼もさ、1ダメージとかやつだよ。豪傑はね、攻撃が効かなく、不気味は妖力が効かなくだよね。今はないけど。ウガルガンコースなんてかわいい。ガオレか。いい？おすすめのマップ。でもレアな妖怪出たりして、あんだけ今んとこレアな妖怪2回か。レアな妖怪1回だと思うよ。え、なんで修羅駒出た。修羅駒、あ、修羅駒か。修羅駒と覚醒オラチ。あ、覚醒オラチとか連れてってるから悪いのかな。屋台で遊ぶとすぐ。本当だ。また出ない。出ない。やべえ、キュービーもいねえじゃん。やばい。どうする。誰と戦う。いや、あともうエンマしかいないんじゃない。そうだね。まだ何かありそうですよ。いいぞ、キュービー出ていないじゃん。そうでしょ。やばいよ。まだ何かありそうですよ。エンマと戦うの何。千本引き？天魔の鍵をゲットするの。まだ何かありそうですよ。妖怪が飛び出してきました。まだ何かありそうですよ。すげえな。出ねんかこのマップは全て。誰にする？エンマがいいかな。千本引きじゃないの。射的か。どれでもいいよ。エンマどっち。千本引き。じゃあ千本引き行こう。よし、いい。なんか運があるかな。この妖怪と戦いますか。これ何ジバじゃん。ジバニャンシークワーサー多分ね。沖縄ジバニャン。やっぱり出なかったけど。ご当地ジバニャン。すげえな。ニャーケビーもいる。あ、いただ。音楽エリアの引き込みだ。あれウキウキルックだよね。全員ウキウキルックだね。全員懐かしいな。これあの引き込むに欲しいな。うんちくま楽勝でしょ。ニャーケビー島にはもうウキウキルックだよね。確かね。あの時なんだっけ、無限地獄かなんかあるよね、確かに。違うよ。無限地獄クリアじゃなかったっけ。違う。違ったっけ。ニャーケビーじゃなかったか。たまりにくいか。たまりにくいの。こいつたまりにくいのか。ウキウキルック対決。さすがブリッジ。確かにそうだね。これなんだっけ、部屋のスミスだったの。部屋のスミスの一人だよ。あ、倒した。これはね、すげえよな。レアな妖怪全然出てこないな。全然引きでもお前なら当たんじゃない。絶対コマンドピース。嫌な予感。どうしそう。チャスティ演技普通にしていい。演技
え？駅普通にしていい？全員技使いたいから。すごいね、辻雲より早いんだもん。あ、辻雲不気味だもん。逃れられない。とどめ。召喚ジャンボスロット発動。超強いでいいや。あれ普通でも手加減がない。あれ普通でも倒す。あれ自分も破壊されそう。ゼロ。ちょっと土雲たち普通にした方が良かった。100% だ。全員 100%。ちょっと引きこもり少し欲しいんだけど。え、欲しい？欲しいな。部屋のスミス本当はゲットしたかったんだよな。へえ。部屋のスミス何回か戦ったんだけど。そう。いらっしゃい。金が1個か。何それ？おめでとうございます。テクニック玉かい。ガシャ頼むぜ。ガシャしかない楽しみが。人魚かい。ジバニャも見せて。これシークワーサーだよね。右はニャー KB だ。あれがいいな。やっぱヒキコウモリがいい。いくよ。はい。ゴー。ヒキキルック音楽エリアだ。赤ボタンを押してください。青ボタンでアイテムがなしになる。妖力高めた方がいいと思う。逃れられるか。後ろ影だったら妖力の方がいいよ。もう一丁は人魚がいいんじゃない。俺もそうそう。いけ、いいね。大成功。押しすぎたから大成功。これ厄介だと思う。よく厄介の引きって言うよね。目が開かないこの引き込み。あっさまよってたら顔が見えない。さまよったら顔が見えない。いいね。これでも惜しかったんだよな、ね。
これ10段だっけ9段だっけ。そうね、音楽エリア、お前がやり始めた頃だよ。ふゆにゃんシンガーとさ、引きこもりの小泉欲しかったよ。ふゆにゃんシンガー持ってる。ペアノスミスが欲しかったんだよ。なるほど、ペアノスミスゲット、ゲットしたよ。ペアノスミスあと誰だっけ。そうね、ジミー、ジミーでしょ、クロホホビスでしょ、ジメリンボ。